何ピーマンが美味しく食べられる魔法、これも生かすわ。バカバカしい。それも破いちゃいなさいよ。どんどん破いちゃえば。痛みと苦しみはね、他人に押し付けてしか癒せないのよ。あんたは確か魔法のお友達とかいうやつだったわよね。スマグラカスミ、こいつのページを開きなさい。これは何？魔法のお友達ですって。煉獄の七姉妹。物騒な名前。すごい速さで飛んで敵をやっつけてくれるんですって。エンジー、あなたこんな魔法が使えるなら今すぐ使った方がいいんじゃない？くだらない。私よりエンジ様の方が辛い。やめろ黒き魔女。どうして君はそんなことをするんだよ。どうして魔法を幸せのために使えないんだよ。ああ、あんたも魔法のお友達ね。あんたも怪我してあげるわ。スマデラカスミ、こいつのページも探しなさい。こっちは何？何この下手くそなライオンの落書き。作太郎？変な名前。一番大好きなお友達だって。そうなの？これがあんたの友達？親友？このライオンが？ねえねえ。本当に下手くそな落書き。こんな不細工なライオンがあんたなのね。こんなのお友達にしてるなんて、後ろ宮マリアってこの頭のかわいそうさに呆れてへそでお茶が沸いちゃうわ。バッカみたい。へそ噛んで死んじゃえば。うりゅ、マリアをバカにするな。ダメ。うう
サクタロ、しっかり。僕、悲しくなんかないよ。ただ、悔しい。マリアのことをバカにされて何も言えない自分が悔しい。私たちは見えない人間にはいないも当然。私たちは必要としてくれる人間としか交流できない。だから、カグ、訳がわかんないわ、この妄想日記。頭がおかしいとしか思えない。あんたのお花畑の頭の中が垣間見えて本当に面白いわ。気持ち悪い子。あんたもマリアも、そこのぬいぐるみと家具もね。おかしいわ。あんた友達いないんでしょ。いっつも一人ぼっちで、ぬいぐるみがお友達なんでしょ。かわいそうな子。大丈夫、私にもわかるわよ、そういう生活。わかるの。だから私が認めてあげるわ。あんた本当にかわいそうな子よ。信じた本当にくだらない魔法の根源を引き裂いてあげるわよ。スマデラカスミ、そのページを読みなさい。なに？このカラフルなページは。なになに？大好きなママといつまでも仲良しでいられる魔法。やめて！そのページだけは。この魔法すんごく簡単じゃない。私でもすぐできそうだわ。こんなに短い呪文なら私にだって覚えられちゃう。やってみようかしら。本当に簡単な呪文よね。いいわよ、やってあげなさい。みんなも吹き出しちゃうから。このバカみたいなの、うう言うだけで家族仲が良くなるなら世界はずっと平和だわ。バカなうなり声。こんなの連呼してたら頭のかわいそうなこと思われるのがオチよ。バカじゃない。
めて。破かないで。そのページだけは許して。ダメ。でね、あるわけないでしょ。魔法はね、怒りとね、憎しみでできてるのよ。幸せってのはね、自分の背負わされた憎悪を人に全て押し付けた時にのみ与えられる解放感を言うのよ。あんたたちの言う幸せなんて、絵本の中にしか出てこないまやかしなのよ。幸せの白き魔女さんたち、そんなに悔しかったら見せてみれば。あんたたちの魔法あるなら使ってみせればいいじゃない。魔法が使えない魔女なんて魔女じゃない。つまり本当の魔女は私たち。あんたたちなんて魔法の夢で現実から逃避しているだけのクソガキどもなのよ。じゃあ魔法を私が見せることができたなら、お姉ちゃんの魔法を信じてくれるの？信じるわよ。魔法を使って見せることができたならね。ならやってみろよ、このクソボケガキ。あら、まだ立てる元気はあったのね、大魔女さん。立ち上がって、何をしてみせるの？見せてみなさいよ、魔法。魔法はあるわ。はあ、この子何を言い出すかと思えば、あんたたち今の聞いた？静かに。へえ、面白いじゃない。反魔法の毒素を理由に、あんたたちはいつも奇跡の力を拒んできた。白き魔女マリアの弟子、見せてみなさいよ、魔法を。一体どれだけの人間がその奇跡を信じて裏切られていったか知っている？誰もが信じ、誰もが裏切られて絶望した。そして本当の魔法は、私たち黒き魔女の力でしか得られないことを知るのよ。憎しみを誰かにぶつけるのはただの罪。そんなのは魔法じゃないわ。本当の魔法を私が見せてよ。ご覧なさいよ。それであんたはどの魔法を見せてくれるの？飴玉を降らせる魔法？それともクッキーを増やす魔法？何？突然。そうそう、おいでなさい、煉獄の七姉妹。できなかったのだと、私をいじめるクラスメートに仕返しがしたいなんて、そんな安っぽい感情じゃない。私はマリアお姉ちゃんの、マリアージソルシエルの世界を守るために、今こそ魔法の奇跡を見せることを命令するわ。
の毒素の前では。ならあなたたちも信じて。マリアージュ・ソルシエールは人を幸せにするために生まれた。そしてそれは黒き魔女と戦うためでもあった。その創立者の一人、原初の魔女マリア教が生み出した世界を否定する愚かなる黒き魔女にその奇跡を見せ、その世界を守るために信じて。魔法を、魔女を、今こそ奇跡を。魔法を見せてくれるんでしょ。なら見せてちょうだい。魔法で火の玉でも稲妻でも打ち出してこの男を倒してみせなさいよ。チャンスは一度、三つ数えるうちにやってお見せなさい。できなければ覚悟してもらうわよ。打ちなさいよ。なんだこの鍵。